はい、皆さんこんにちは。それでは FF10 やっていきましょう。たくさんのコメントありがとうございます。ちょっと私基本ね、動画はため撮りしているので、いただいたアドバイスとかね、コメントとか取り入れるのは遅くなってしまうんですけど、スフィア版ついに進め方分かったよ。とりあえずね、もうね、スキルレベルが上がった時点で、ね、もう上げてった方がいいみたいだね。ちょこまかちょこまか。はい。ちょっとね、お友達、コメント見たりとか、あとお友達にね、FF 詳しい子がいるので、その子に教えてもらったりしながら、分かりました。ありがとうございました。はい。あとはストーリーについてですね、基本私ストーリーとかボスの攻略についてはね、ネタバレは、ご遠慮していただければと思います。一度ね、コメント欄に書き込ませていただいたんですけれども、私がね、時々、こうやってどういうことみたいな感じで聞くと思うんですけど、それがね、もしネタバレに転職してしまう場合ね、なんかスルーしていただけるか、もしくは、ネタバレだから教えられませんって、コメント欄に書いていただければ嬉しいです。はい。それ以外のネタバレはね、極力しないようにお願いいたします。やっぱりね、初見というのを楽しみたいのでね。よし。ということで、なんだい、店はやってないよって、ここお店屋さんになる予定だったんだ。じゃあ、今回はちょっと、津波で流されてしまったね、ここの村をちょっと見ていこうと思います。お、ティーダさん、足元注意。危ないから、この先まだダメですよ。まだこっちはいけないと。ほうほう。あれ、あ、これ進んでよかったのかしら。ちょっと待ってね、進む前にここはさすがに野生のモンスターというかそういうの出てこないよね。あ、酒でも飲まないとはいけないんだよな。わかるわ。よしよしよし、イベントかな。あとムービーが多いから、あとキャラが喋ってくれるからね、楽だわーってな。あー、いた。一回送り。何が始まるのさ。亡くなった人たちを弔うって意味かな。本当に知らないって感じね。あ、ルル。死者は迷うのよ。あー、やっぱりそうか。亡くなった方を。召喚師様ってそういうこともするんだね。死んでしまったのが悲しすぎて。自分の死を認めようとしない。もっと生きていたいと願いながら、まだ生きている人間を羨む。みんな泣いてる。そりゃそうなるさ。死者は生きている人間が羨ましい。その気持ちはやがて妬みや憎しみに変わる。みんな幽霊って信じますか。亡くなった人はなんかね、そういう死者の心が天国行くとか地獄行くとかあるけど、そういうのってみんな信じる。命を憎む魔物となって人を襲う。そんなの悲しいでしょ。だから異界送りをして迷える死者を眠らせてあげるのよ。それも召喚師の仕事なのか。うん。ユーナの異界送り見てみましょう。どんな感じなんだろう。ああ、海に入っていく。あ、やばい。ちょっと悟りを開いたって感じやな。ちょっと覚醒能力みたいな、水の上を歩く能力すごっ。このお花とかどこから出てきたの。あ、ご遺体、お花かと思ってたけど、え、ご遺体じゃない、花、え、なんだろうこの浮いてるやつ。あ、すごい。ああ、やば、なんなのこの世界の召喚師様、すごい。え、毎回この異
2回送りってさ、水のあるところでやるわけじゃないよね。え、いろんなところで、例えば地面とかでやったらなんか土がボコ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 とかってなったりするのかな。え、でもすごい。わあ、なんかユーナにはなんか金魚とかが似合うな。なんか日本のものが似合うね。いやー綺麗。はあ、皆様ご覧いただけましたでしょうか。これがイカ送りです。すごいわー。召喚士って大変だな。ユーナはそれを選んだの。何もかも覚悟の上のこと。そっか、全国の寺院巡りをしながらこういうこともやっていくんだね。最後の時までね。最後の時？最後の時？最後って何？え？最後って何？ユーナもなんか重大な、あ、シンを倒すってこと。え、なんか、いや違う、これはなんかきっと別の意味があると思うぞ。ユーナが旅を終えた時何かあるってことかな。うまくできたかな。初めてにしては上出来。きっとみんな異界に行けたわ。でも次は泣かないようにね。次なんて泣ければいい。真に殺された人たち、異界送りをするユーナ、それを見守る人たち、不思議で少し恐ろしい儀式、もう見たくないと思った。そう、なんかコメントにでもいただいたんですけどね、こうどん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 フラグを立てていくよなとこのナレーターね、ナレーションね、ティーダの。絶対なんかある気がするな。おお、ここどこだろう。まあ、いや、セーブしましょう。いや、久しぶりにやるんだよな、ため撮りしてたから。オッケー。さてさて。ああ、今さらよそに移り住む気はねえだ。お、子供。ブリッツボロン選手に、おお、いいね。あ、で、ここで、え、他の方が、あ、先に行っちゃったの。ポニャローメン、俺を置いていくんじゃねえ。おっしゃ。お、やっと来たんすか。ワッカさんが待ってるっすよ。はいはい、ありがとうございます。ワッカさんが待ってるっすよ。いや、ちょっとなんか探索しないともったいない気がするな。ここなんかアイテム落ちてそうな悪い夢。朝になっても何も変わってなかった。あ、若さん、あ、呼ばれちゃったな。シンが来たらおしまい。あと、シンの正体って何なんだろうね。ああ、宝箱気づかなかった。あ、ポーション3個ありがたい。ありがとうございます。この女性は？あ、真の毒気にやられてる妖怪のせいだな。妖怪のせいなのね。そういえば妖怪ウォッチもついに今週発売ですよ。16日。いけないかな。なー、なんかアイテムがあったら探索したかったな。そう、探索大事みたいだね。私なんかね、ことごとくいろんなアイテムを取り逃してるみたいだからね、コメント見ると。よし、じゃあ行きますか。ここはお店屋さんかな、なんか買えるかな。あ、材料、あ、やっぱお店できないか。お、何、お、アルメノゴ辞書第4課。おお、ルがク、テがケ、ヨがコ。へえ、これなんか法則に気づいたら結構読めるかもしれないね。お、違法の言葉というトロフィーゲットだ。ミシアの言葉アルベド語はアルベド語辞書を発見すると覚えることができます。うん、レバヘアルベド語やヌサ。
お、主婦根拠。あ、こうやってなんか辞書を集めていくっていうのもいいね。なんか、面白い要素がたくさんだな。分かるようになりたいよね、アルベド語ね。あー、わっかわっか、いたいた。おはようございます。あ、船か。これから寺院へ行く。はい。リサイドオーラが必勝祈願だ。はい。キーリカの寺院は大召喚士のオハランド様が暮らしていたところだ。オハランド様は若い頃はブリッツボールの名選手だったんだ。ふんふん。わっか、必勝祈願はいいんだけどさ、なんかいいのかな。このままでな、浮かれたらまずいってか。こんな時だし、それもそうだよな。こんな時だからこそだ。選手は力の限りを尽くして戦う。観客は贔屓のチームを応援する。嫌なこと、辛いこと、試合中だけは忘れられる。それが長い間このスピラでブリッツがなくなっていない理由だ。そうなのか。俺はそう思うな。そっかな。いい試合してかっ飛ばそうぜ。あ、うん、おう、おう。ジーンは森を越えたところだ。では行くぞ。なんかさ、あの音楽とかスポーツとかってさ、なんだろう、まあね、それ自身に持つ力ってやっぱた、ね、大きなものあると思うんだけどさ、こういう時にすごい感じるよなって思う。うん、なんかこうね、ちょっと不幸なことがあった時にはさ、やっぱり好きな音楽聴いたりとかさ、好きなスポーツ見たりすると少しでもね、ちょっと心が救われる感じするよね。うん、なんだこれ、やばい。ここで装備変えんの？マジ？リサーチャー、ワイズロッド、シーカーソード、これ買った方がいいのかな。え、これなんかどのぐらいあのステータスアップするのとかって見れないんですか？見れないんですか？これはワイズロッド、リサーチャー、あー、アイテム欲しいな。ーサーチ、サボテン、モーグリ。あ、これがルールの装備なのかな。なんかさ、モーグリ持ってるから何なんだろうって思ったんだけど。トラベラーシールド、旅人の指輪、ほう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 。あ、そうなんだ、ここで買えるの。いや、全然お金足りないじゃねえかよ。いや、とりあえずティーダー買っとくか。装備しとこう。シーカーソード、シールドも買っておくかな。はいはい。ここの町また来れるかな。ちょっとあとどうしよう。どうしようかな。ポーション買わないで買っちゃうか。ちょっとワッカさん買っちゃおうかな。オッケー。トラベラーが、そっか、キャラごとに装備と盾みたいなね、ガードのやつあるんだね。よし、じゃあちょっと男性陣のを揃えてあげよう。うん、真の勢力、そう、俺たち選手も練習なんか当て前じゃない。あ、この人もブリッツボールの選手だったんだね。毒系のせいか何にも思い出せねえ。自分の名前も住んでた家もな。ここに座ってれば誰かが気づいて助けてくれると思ったが、誰も相手してくれねえよ。みんな自分のことで精一杯らしい。だろうな。さて戻るか。よし、日本はね、地震大国だから、今年も熊本の方でね、お地震ありましたけど、私ね、九州なんでね、実家がもう人事とは思えなくってね。で、あの中学が私熊本だったんですよ。で、なんかそこでね、吹奏楽部入っててですね、あの吹奏楽部のグループラインにも入ってたのでね、そこでいろいろ情報がバーっと流れてました。まあね、私の友達みんな無事だったからよかったんですけど。よし、行くか。こっちの奥だね。よし。お、さて陣を目指すと、あ、なんだ、ここでセーブできるのか。そこでなんかセーブポイント結構まめにあるからいいね、楽。よし、
ちょっと前回はねボス戦が多かったから、今回はちょっとストーリーが進むといいな。たくさんムービー見れたしね。どうした？こんにちは。ユーナがね、あんたも一緒にってさ。あら、え、いいの？ワイも。あのさ、ガードお願いしちゃダメかな。キマリもいるけど、ワイも一緒にいていいの？冗談よせよ、ユーナ。こいつはブリッツはできるけど、魔物との戦いは素人だぞ。ガードじゃなくてもいいの。そばにいてくれれば。ちょっとこれからどんどん距離が縮まっていくのかしら。何それ、どういうこと？やばい。ああ、鈍そうだな、ティーダ。どうせみんな寺院に行くんだから話は。ああ、さすがルル姉さんやな。でもさ、ユーナどこでワイに恋をしたんだ？って言われてもなんだよ、よくわからないな。タイミングってわかんないけど。ごめんなさい。謝ったらあかん。まあでも声は落ちるものだからな。ふとした瞬間に、あ、この人いいかもって思っちゃったんやろな。よし、じゃあ行きましょうか。おお、早速久しぶりのバトル。お、種大砲。うわー、痛い。キマリ、龍拳を試してみたら？なんだよ龍拳って。あ、そう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 、敵を弱らせて自分を回復する技。そう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 、いや前回使ったね。魔物の技を自分のものにできる場合もある。あ、そうなんだ。すごそう、すごそう。じゃあちょ、いや龍拳使ってみよう。前回はね、あの芯に使いましたけど。よし、お、種大砲覚えた、やった。あ、どうしよう、ちょキャラ変えるか。どうせワッカさんに新しい装備買ったしね。どうしようか、普通に戦うか。ドーン。あれ、なんかもうオーバードライブ使えんだけど、早いな。いや、あー、でも決まりか。でも野良の敵だしな。ちょっと待って、種大砲ってどうやって使うの？種大砲、まあいいか。よいしょ。やばいわ、普通に戦おうわ。お、いた。てか強いな。おー、ちょっとバトルは結構飛ばしていこうかな。お、ワッカ上がった。よし、じゃあちょっとあのスフィアボードを見てちょっとレベルを上げようと思います。ちょっとセーブしよう。ちょっとワッカのね、あのスフィアレベルが上がったんで、ちょレベル上げをしよう。あー、ちょなんかいい時間だな、もういい時間なんです。じゃあ最後ちょっとワッカのスフィアレベル上げて終わりにしようかな。今ここにいるのか。ちょっと待って、今ここにいるから、あ、そっか、移動ってなると、あ、そうだよね。そっか。じゃあスフェアレベル2上げないと移動できないのか、次のところ。下?あれ、ここからどう行くんだ？どう行くの？ワッカさん？あれ、上に行けないし。そうだね。ちょ、2上げないといけないみたいだ。残念。残念だ。よし、じゃあちょっと待ってな。何か文字が書いてある。カーゴ、え、そうは、やっぱ全部あれか、アルベド語か。さてさて、あ、結局は同じところに通じているのかな。あれ、なんか人がいる。演習中。何をしてるんだ君たち。なんかでかい敵いるんだけど。まずかったかな。ちょっとこいつ戦うか。どうせならムーンちゃんで召喚しましょう。おっしゃ。あ、そうそう、ここに召喚獣の演出もね、短くできるよって教えていただいてね、ちょっと設定1って短くしました。可愛いけどね。さーて、いやー、あ
いいねいいね。なんか火属性弱そう植物だから。あ、やばいかも。ちょ、ファイヤードーン。あー、やっぱ嘘。あ、なんかオーバードライブ使える。シューティングレイ倒せ。ピーン。え、ちょ、強くないこいつ。あ、やばい。あ、ごめんムーンちゃん、ごめんなさいムーンちゃん、ごめんなさい。え、これもしかしてさ、当たったらいけないやつかな。ちょ、怖いな。トンズラ、あ、そうそう、トンズラ覚えたんすよ。全員でバトルから逃げます。あ、これで逃げられるんだ。ちょ、励ましてこ、励まして。でもこいつ倒さないと先進めないのかな。ほい、5回かけられるらしいです。ちなみに励ますは本当に教えてくださった方ありがとうございます。ちょっと待って、あ、じゃあキマに連れていくか。よいしょ、龍剣。あ、やばい。よいしょ。あ、でもボスだ、これ内限ボス戦だった。やばい、ちょっと今回もあの動画が長くなります。ごめんなさい。あ、そっか。あ、ちょっと待って、やっぱユーナだ、これはやばい。白魔法で、あ、エスナとかもできるんだ。ほう。ちょっと待って、とりあえず、え、ちょっと待って、ティーダにケアルしたい。オッケー、回復して、あ、はぐれオチュー。あれ、え、そういえばオチューってさ、あれだな、あのイベント出させていただいた時に出てきたな、出てきたな。ないんでもオチュー出てきたっけ、なんか出てきた気がする、出てきた覚えがある。よいしょよいしょ、オチューしね、オチュー。あ、まだ寝てる。あ、そっか、え、寝て回復するってこと。え、なんてやつだ、ちょっと待ってね。OK、 あ、毒ってるよねティーダ。 OK、 あ、地震、やだ。ほうほう、やばいぞ、ファイヤーで白魔法で、とりあえずルールー回復して、で、ポーション使おう。あー、やばい、ユーナが、気が強いよ。まだか。エスナ。オッケかな。あ、よしレベル上がった、やった。お、装備ブレイクシールド、ほんまやった。
ちょっと長くなった動画結局。さすが召喚士とガードだ。先輩、負けちゃいられませんね。もちろん負けないさ。ヒタレーワコード討伐隊、神を倒せ。可愛いあの子も振り向くぞ。よし、ということで今回はここでおしまいにしようと思います。いやー、長くなってしまった。まさかのお抽選をやることになるなんてね。はい、じゃあ、次回はね、ここの続きやっていこうと思います。寺院に向かうところですかね。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。